ヘイケンです。どうもこんにちは。こんにちは。ケンチャンネルです。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。じゃあ、今日も進めてまいりましょう。俺のスメドレー第3弾を紹介したいと思います。今日紹介したいのはこちらです。こちらもいつも出てくるシーアイランドコットン 100% の、スキッパーニットポロです。モデル名はね、ちょっとなんて読むのかはっきり分かんないですけど、ウルトラムかウルトラムかです。で、フィットはスリムフィットになります。カラーはグリーンですね。なんとかグリーンちょっと忘れましたけど、まあ見ときましょう。で、これはボタンのないポロシャツ、いわゆるスキッパーポロってやつですね。ちょっとリラックスした感じで着れるやつです。まあジャケットから襟出ししたりしてもね、ちょうどよく合うやつで、まあコーディネートとしてはこんな感じで僕着たりすることが多いですね。軽い、まあ、これシアサッカーなんですけど、ジャケットの下に着て襟を出して、ちょっと軽快な感じ、夏らしいこう開放感というか、そういう感じで着こなしてもいいかなと思います。で、他にもスキッパーモデルってスメドレー出てるんですけども、これ特徴はですね、このリブのとことか、あ、リブじゃない、袖のとことか裾のところがね、リブじゃなくてこう袋縫いになってて、まあ、カットソーみたいな雰囲気でよりカジュアルに、まあ、着れるかなっていうところです。で、いつもの、まあ、シーアイランドコットンですので、非常にまた肌触りも良くて、一枚でも快適に着られます。僕自身は、このグリーンが好きで、今日着てるのもそうなんですけど、まあ、背景も似たような感じで今日被ってしまったんですけど、まあ、結構濃いめのグリーンで、濃紺のジャケットとか合わせても合いますし、深みのあるグリーンで、まあ落ち着いた色ですね。まあカジュアルな感じなんですけども、まあ上品に大人がしっかりと着れると思います。まあ結構どうなんですかね、あんまりお店とかでは見たことないんですけども、ちょっといつもよりカジュアルな感じでは着れると思いますんで、これはこれでね、いいもんだと思います。まあこんな感じで次からも使えるスメドレーどんどん紹介していきたいと思います。じゃあ今日はここまで。グッナイ。グッナイ。ありがとうございました。